ゲーム音楽は担っていると思います。ゼルダのようなゲームはストーリーやその世界観に没頭できてこそ、そこでの体験が印象深いものになります。気持ちいいとか辛いといったリアルな体験感は人の感情に直接作用する音楽が大変重要だと思っています。今日はこの素晴らしいオーケストラ演奏によってその体験がよりダイナミックに感じられていることと思います。さあ、ここからはそんな音楽の力で皆さんのトワイライトプリンセスと神々のトライフォースの世界にお連れしましょう。あの情景が、あの体験がきっとよみがえりますよ。
しんだのと同じぐらい、いえそれ以上に皆さんが楽しんでくれていたら嬉しいです。はい、いやよかったですよね。なんかこう30年間をね思い出しました。まだまだ僕聞きたい感じですね。ということでこのコンサートも我々のゲームと同じようにいろいろ詰め込んでます。オーケストラの皆さんよろしくお願いします。Thank you.
うん。